岡本和真が2戦連発の15号2ラン、交流戦11戦6発で本塁打キング独走。巨人岡本和真内野手が2戦連発で本塁打キングを独走する15号2ランを放った。2点リードの7回西1塁、ソフトバンク海野のみストライクからの高めフォークを逃さなかった。左翼席に飛び込む確信アーチをかっ飛ばした。海野は膝に手をつき、がっくりとうなだれた。前日9日の同戦でも4回西から左翼席に確信の14号ソロを放っており、2戦連発。交流戦に入ってからは11戦6発と活躍を続けている。岡本和真のシーズン成績、試合58、打席244、打数213、安打69、二塁打11、三塁打0、本塁打15、打点34、三振45、四球26、四球0、打率3割2分4厘、出塁率4割6厘、長打率5割8分7厘、OPS 0.993、得点圏 0.220。4月は不調だったんかもな。ネタ抜きで本物セリーグじゃなく日本の至宝。国際試合弱いとは何だったのか、前回の日米野球でも何気ホームラン打ってたよな。というかストレート強いし。岡本和真交流戦、打率4割2分5厘、40、17、6本、11点、0.521、0.950、1.471。ちょっと打ちすぎじゃね。バケモンで草。打つのが分かってるから打てなくても下打ちしなくていい選手。連続30本、1位19年、大貞治、2位9年、秋山浩二、3位8年、山本浩二、4位7年、野村克也、松井秀喜、6位6年、T ウッツ、小笠原道博、大杉勝夫、9位5年、田淵光一、池山隆弘、ペタジーニ、中村典弘、C ジョーンズ、岡本和真、今ここ、ちな現役、カッコの中は現在の継続年数や、他はメジャー上という奴ら含め1年止まりやで、5年岡本5、3年浅村玲、2年柳田玲、山川1、おかわり玲、村上に山田レイ、外レイ、松田レイ。コロナの短縮シーズンでも滑り込んだ子ほんま偉い。レジェンドしかいなくて草。なんか人知れず大打者になっとるなおかわりみたいや。WBC では4番を打っててメキシコ戦では犠牲フライを打った人やからな。この弾道はおかわりの後継者やわ。岡本さんってなんでこんなに打ち続けられるんだ？こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。